水木しげるさんっていい。るるじゃない水木しげるさんって、まあ昔から変な人だっていうのは分かってたんだよで原作版の「芸への鬼太郎」が今文庫本で出てるからねもうみんな読んだ方がいいよあれすごいよいかに水木しげるという人間が労働が嫌いかそして漫画を描くのが好きなんだけどサボりたくてしょうがないというのがよくわかるよあのね、ちょっっとと、人気が出てて調子乗ってくると すぐねあの水木しげるは疲れて連載を打ち切るんだよな5番のゲゲの鬼太郎を見たらしょっちゅう連載のお休みが入ってるんだけどこれはもう先生が面倒くさくなって適当に終わらせたっていうのが丸わかりな感じがしてねなかなかアナーキーでいいんだ原作に出てくる鬼太郎って僕らが信じてるようないい性格じゃないんだよね金に汚くて小ずるくて人の裏を書いたり意地悪することを考えたりするっていうネズミ男とどこが違うのっていうキャラクターなんだそうなんだよ実はネズミ男っていうのは 本来鬼太郎がネズミ男的な役割をしてたんだけども無理やり役割を分化させたところからつまり鬼太郎のダークサイドみたいなところから出てきたようなもんなんだよな。でそのことに関して水木しげるが半年ぐらい前にインタビューテレビのインタビューに答えてるのがあってさもうこれが最高だったの水木しげるがインタビューに答えててでインタビュアーはすごい普通のことを聞こうとしてるわけだよ。で水木さんの家に行っていろんなキャラクターがあるんだよ。でもやっぱり鬼太郎を映すわけだよね。で北郎を いや,やっぱ先生にとってもゲゲの鬼太郎鬼太郎っていうのは特別なキャラクターなんでしょうねって言った瞬間に水木しげがそれまでインタビュアーが何を答えてもすっごい眠そうな顔でうんうんああ、うんとか言ってなんかねイメージ通りのボケ老人っぽいイメージ通りだったんだけども鬼太郎の話になった瞬間にうって身を乗り出してもうねそれはあんた鬼太郎はね銭ががっ,がっぽ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 入ったんですよ銭が ガッポガッポって言うんだよ出してからゼニガーっていう間のこの間が最高によくてでゲーゲの女房で有名になったあの背の高い奥さんいるじゃんあれがもうばあさんになって横に座ってるんでそれがそれまでじーっとこうおとなしく古典的ななんかね 古きき貴婦人みたいな感じで座ってたのが「ガッポ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 」って言った瞬間に奥さんが「本当にねよかったわね」ってあいよって言えるのがおかしくておかしくてそれはやっぱり鬼太郎が人気があるキャラクターだったからですねでネズミ男はどうなんですかってあなたねそれは大間違いなんですよ鬼太郎じゃないんです」。ネズミ男がね持ってきてきくれるんですよ ネズミ男がゼニオガッポガッポガッポってもうこの頃から諦めてタイトルがゼニオガッポガッポとか嬉しそうな水木先生に <laughs> なりだして <laughs> ものすごいい面白いこれはね水木しげるが金に汚いいとかそうじゃないんだよ水木しげるっていうのはそういうことがどうでもいい人間だから自分の中でいろいろ売れようとした時期もあったんだけどもそうじゃなくて「あのゲゲの鬼太郎」を書いてその中で偶然売れたあのネズミ男というキャラが受け入れられてその瞬間にお金が。 バカみたいに入ってきたことが面白くて面白くてしょうがないんだよなそれぐらい人生っていうのはどうにもならないしどうにもならないから面白いだってあの人さ南方の戦地行って左腕なくしちゃった人じゃないでその意味では人生半分諦めてもおかしくないような逆境にあってんだよなその中で なんか人間のさうんことかおしっことか食べるしかないみたいなところにいながらも生きて帰ってきてで漫画家になって、ね、漫画家になって妖怪描いて妖怪とか描いてるからもうダメだ時代はロボットだと言われてるところに妖怪出してそれでものすごいヒットしてお金がいわゆるガッポ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 だよね <laughs> 入ってきてって人生上がり下がり何も体験してる。 昔あの「フィギュアオっていう雑誌の編集長にさ聞いたことがあるんだけど「水木さんは本当に危ないんですよ」あの人本当にお金に頓着ないから逆に言えばいろんな怪しげなプロモーターとかがどんどん来て「何々やらせてください」って言ったら全部「いいよいいよ」って答えちゃうとだからもう水木さんを本当に好きな人間が防波堤みたいに守ってあげて「ちょっとそれは」っていうふうに言わないと全部「いいよいいよみんな鬼太郎でいくらでも儲けて」っていう風になっちゃうんだって。 作家っていうのは本当に面白いなとそのガッポ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 っていうのももうインタビュアーが聞きたい話だからその意味では自分勝手にるもあんだよね。それまで延々作品論とか聞かれたらすっごい眠そうな顔してたんだけどお金がガッポガッポになった瞬間に身を乗り出してお金がどんなに儲かってそして何をやっても使い切れなくてガッポ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 って話を散々するんだよ面白いなと思ってで1年ぐらい前に俺鳥取県の会既っていうところに水木しげる記念館っていうとこがあるんだそこの記念館行ったら 水木しげる先生の年表みたいなのがザーッとあってさ。で、あのこれまでの人生がずっと書いてあるんだけどで、えー、戦争中、第二次大戦中。ニューやニアより九死に一生を得て帰還とかって書いてるんだよ。そうなんだ。もう南方からなんとか生きて帰ってきて腕をなくして帰ってきたんだけども、あの人ね。 1990何年に1回当時の、えー、自分を助けてくれた少年と再会するためにニューギニアに行って感動の再会を果たしてそれがすごい嬉しかったんだろうね。ニニューギニアに今まで3回目ぐらい21世紀に入って2002年か3年ぐらいに3回目ぐらいに行った時に多分ねもう油断し,しまくったからだと思うんだけども大事故にあって大事故というかねどっかに閉じ込められてそれが あの、本当の九死に一生だったらしいんだよ。だから戦争中に死にかけたよりももっとすごい。目に年寄りになって金持ちになって大成功して油断しまくってニューイヤーに行ってから会ってしまうっていうね。自 <laughs> 信を逃げたら後で自信が追いかけてくる。なんか東弘樹みたいな面白いことになってるところが <laughs> 面白いなって思っちゃった。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。